はい、皆さんこんにちは。ガーリック明太子フランスパンの J です。今回第7話で無事フォースの新しい使い方が発明されましたね。本当にありがとうございました。まさかフォース神拳を見ることができるとは驚きましたね。そして別銀河の先行きがもうめちゃくちゃ不穏すぎるというね、まあ、そういったところを語っていきたいと思います。さて、スターウォーズドラマアソーカ第7話の感想解説動画を語っていきましょう。第7話のネタバレ注意です。さて、冒頭部分ではヘラ将軍が新共和国にめちゃくちゃ怒られてましたよね。無能で有名な新共和国政府が、まあ、ヘラ将軍をいじめてましたよね。まあ、無能といってもその中でも一番やばいのはあの塩の議員でしたよね。ただそんなところを、まあ、モンモスマ先生とレイヤーオーガナが助けてくれるという、まあ、そんなシーンでしたね。 C3PO のカメオは正直一番驚きました。もうめちゃめちゃ久しぶりに見たなと。エピソード9で死ぬ詐欺依頼をしてからですよね。C3PO が実写に出てきたのは。もうめちゃくちゃ久しぶりだったなと。いや、C3PO はシークエルであんまり活躍していなかったので、本当に久しぶりに我々のよく知る金ピカの C3PO が見れたかなと思いました。エピソード7では赤い腕になってましたからね。いや、C3PO めっちゃ活躍しとるなと。で、ここの、あの、たかがドロイドみたいな発言ありましたよね。まあ、そこはもうレイヤーオーガナがね、もうブチ切れますよね。もうレイヤーが常々言ってるのは、ドロイドを甘く見ちゃダメよと言ってる中で、もう塩の議員がずっと、たかがドロイドだとか言ってね、で、チョッパーもね、おわって反抗してましたけどね。あのままチョッパー怒って、塩の議員を燃やし尽くすんじゃないかなと思ったんですが、まあ、そんなことはなく、あの、平和に終わりましたよね。ただ C3PO のカメオは正直全く想定してなかったんで、なかなか来るものがありましたね。熱いですね。そして、モンモスマ議長、美しいですね。スターウォーズ一番の美魔女はホルドー提督だと思ってたんですけれども、まあ、モンモスマが更新していきましたね。モンモスマはエピソード3後の物語を描くアンドに登場していましたし、そしてエピソード6後の話を描くこのドラマアソーカにも登場していたので、モンモスマの老けないっぷりがすごいですよね。いや、あんたフォースの魔術使ってるんじゃないのっていうぐらいのレベルで老けないですよね、モンモスマね。ドラマオビワンケノービに登場した19歳のアナキンはどう考えても19歳に見えないっていう、まあ、そんなちょっと年齢周りの予算がそんなに足りてないのかなという感じはしますが、いずれにせよモンモスマ最高でございます。さて、お次はアソーカの訓練シーンですね。今回アソーカはクジラの中で旅をしながら二刀流のジャーカイの練習をしていましたよね。で、ここでアナキンのレコードが出てくるんですけど、いや、これも不意打ちでしたね。アナキンの登場場面がもう一つ二つあるかなとは思ってたんですけど、あ、こういう感じで来るんだねと、もうビビりましたね。やっぱかっこいいですよね、クローン戦争時代のアナキンはね。で、もうめちゃくちゃ優しい感じでアソーカに語りかけていたのと、そしてアソーカが言ってましたよね。まあ、20個の収録があると。そのうちの最後のレコードを再生したみたいなことを言ってましたよね。いや、その20個のレコード全部クリアと思いましたね。で、このアソーカが保存しているレコードというのは、反乱者たちでエズラも見ていましたよね。アナキンがフォームを教えるレコードっていうのがあったので、あれの実写版が今回登場したみたいな、そういう感じですよね。アナキンの訓練内容は、サック大師匠が解説してくれると思います。さて、ここからは別銀河の物語を語っていきましょう。別銀河からの帰還を目論みるこのスローン大帝督、常々一歩先を行く感じ、なんですけれども、正直ですね、スローン大帝督の脅威さが感じられないというのがアソーカ第7話の危機感でしたね。あの、スローン大帝督って常々こう敵の一歩先を行く、戦術を読むみたいな感じで言ってたんですけど、なんというかアソーカが死ぬわけないし、エズラも死ぬわけないし、なんか安心感があるんですよね。スローン大帝督を脅威に感じられないなというふうに私は思ってしまいました。で、スローン大帝督の、その、いろいろ作戦があるじゃないですか。あの、ベイラン教がいればとか、あの、アソーカを取り囲もうとしたけど、ベイラン教がいないからみたいな感じで言い訳してましたけど、いや、そこを読んで、ちゃんとアソーカを追い詰めるのがスローンじゃないのというふうに思いましたね。多分、スローンも5年間の流刑生活で、いろいろ甘くなったのかなというふうに感じましたね。そして、その後スローンがさらに言い訳をしてましたよね。ベイラン教がいなくて我々は負けたけど、ただアソーカタノは時間を失ったのだみたいなことを言ってましたけど、まあなんか負け惜しみみたいな感じですよね。あれ、スローンってこんな感じだったけど、ちょっと
ラスボス感ないんじゃないっていうふうに思ってしまいました。でこのスローン大帝国は新作映画のラスボスになるかもみたいな、まあ、噂も出ているので、もうちょっと最終話ではスローンのやばいやつ感をもっと出してほしいなと思いますね。なんかやはりこう主人公パーティーがですね強すぎるんですよね。今スローンとエズラとサビーヌが揃ってしまってるんで、もうちょっと負け要素なくないと、そんな風に思い始めてしまいました。まあただこの安心感を楽しむっていうのもありなんですけど、もうちょっとスローン頑張れよとね、そんな風に思いましたね。もうあそこをギリギリまで追い詰めてほしいなと思いましたね。そして第6話ではナイトトルーパーというめちゃくちゃ怪しいトルーパーが登場してましたよね。もうバッキバキのトルーパースーツで、あの全身にぐるぐる赤い包帯巻いて、でナイトトルーパーたちがあのスローンスローンスローンって叫んでる、まあそんなのすごいシーンありましたけど、じゃあナイトトルーパーいざめちゃくちゃ強いのかなと、やばいのかなと、ゾンビなのかな、魔女なのかなというふうに思ってたんですけど、まあそんなこともなく、ちゃんといつものストームトルーパーの仕事をしてましたよね。はい。もう全く当たらない攻撃に一撃でやられるっていう、やられたナイトトルーパーからなんか変なこう魔法の液体とか煙が出てきたわけではないので、まあ本当に単純なトルーパーだったのかなというふうに考えられますね。なので、まあ、残るはイノック隊長が、ね、めちゃくちゃ強いとかそういうのがあればいいんですけど、こう全体的にやっぱりこうスローンの脅威が感じられないなというふうに思ってしまうんですよね。やっぱこうスローンが元の銀河に戻った時はこうギリギリの感じで戻りましたというよりかは、なんかもう作戦勝ちしましたみたいな感じで戻ってほしいなと思うので、もうちょっとね余裕を出してほしいなと。そしてナイトトルーパーが第6話ではめちゃくちゃ期待してたんですけど、なんかもう普通に弱くて悲しかったですね。はい。でこのナイトトルーパーが相対したこのエズラ君なんですけど、もうこのヒゲモジャエズラ君もうめちゃくちゃ強くなってましたね。いやライトセーバーなんていらないよと、もうストームトルーパーなんてフォースだけで倒せるぜみたいな感じで、もう完全にフォース格闘術だけで戦ってましたよね。でもうなんかもうめんどくさくなって、こう手をねシュッてやると、あのストームトルーパーがナイトトルーパーがぶっ飛んでいくみたいなね、もう完全にこうフォース神拳だけで戦うっていうね、まあ、こういう系のキャラって今までなかなかなかったですよね。やっぱりこうフォースだけで勝つみたいなシーンはありましたけど、そのなんかいつもこう武装を奪われて緊急時にフォースを使ってなんとか突破するみたいな、そういうシーンは今までありましたけど、もうフォース神拳だけであの戦うみたいな人はなかなかいなかったんで、なんかこうスターウォーズの新しいフォースの使い方をね発明してる感じはありましたよね。で私正直エズラが別の銀河に取り残されていたんで、これ実は闇落ち説あるんじゃないかなって思ってたんですよね。こうだあのエズラがですね、この長い流刑生活で闇に落ちてしまって、なんか今回あのライトセーバーなんていらないとか言ってたから、もしかしたらこう腕からフォースライトニングがビビビビって、あのアンリミテッドパワービビビビビビビみたいな感じの、まあそういうのが出るかなと思ったんですけど出なくて、まあ安心しました。逆にね、うん、あエズラ君だと、エズラはエズラのままだったんですねと、はい、あの闇に落ちるんじゃないかと疑って本当にすいませんでした。エズラさん申し訳ございませんでした。はい。ただやっぱ相変わらずエズラのこうコミュ力っていうのは高いなというふうには感じますよね。あのヤドカリピーポーとあの仲良くしたりね、そこであの状況を突破してたりしていたわけなんで、まあさすがエズラといったところですね。そして今回やっぱ注目したいのはベイランとシンですね。この二人、この二人はマジでアソーカドラマシリーズの最大の発明だと思うんですよね。これベイランスコール嫌いな人いますか？いないですよね。多分今から渋谷とか原宿行ってベイランスコール好きですかって言って、多分1万人の若者に聞いたら全員好きだって言うと思います。はい。わかんないですけど、でこのベイランのイケオジ感とこの最低限の言葉で物事を語るみたいな感じ、マジでいいですよね。シンハティという弟子との別れももう本当に二言ですよね。お前がやれみたいな、そして別れの教訓だって言って、なんかこれからお前は一人でみたいな、なんかそういうあのこともなく、あのオビワンみたいな farewell my friend みたいなね、あのさらばだ我が友よみたいな感じの、そういうドラマチックなやつはなく、もう単純にな、お前ならやれるだろうみたいな、でシンハティもやれますみたいな感じでね、あのニッコニコで行くんだけどやれなかったとね。いや待てと、シンハティ、あのシンハティね、もうまず単純にお綺麗なのはそうなんですけど、シンハティが一番いいのは自分が弱いってことに気づいてないっていうのが一番最高なポイントですね。今までこういう系のキャラいなかったと思うんですよ、スターウォーズって。
もうみんなやっぱこう自分の実力とか能力を信じていて、その通りに動くみたいな感じじゃないですか。で、シンハティは何が面白いかっていうと、もう目がバッキバキで動きもキレキレなのに、全然勝てないっていうね。もう、いや、私はもう、ベイランから訓練受けてますんで、みたいな。私はもう、ジェダイとは違いますんで、みたいな。ジェダイよりはるか上の存在ですから、みたいな感じの、もう、自信とオーラをまとってるのに、行動が全くついていかないっていう、ちょっと出落ちキャラ感があるんですけど、そこがいいっていうね。もう多分、アソーカ全話見返してもですね、シンハティ、そういう系の活躍が多いんですよね。やっぱ唯一いい感じだったのは、第1話で、サビーヌをね、ぶっ刺した時だったんですけども、まあ、そこもね、こう、刺しが甘かったんでね、もうサビーヌこう、一瞬でぶっ刺して、それで話しちゃったのは悪いんですけど、ちゃんとこう、サビーヌの腹をね、ZG とかにジグザグってえぐっとけば、ちゃんとサビーヌをね、時点で仕留められたんですけど、まあ、そこはね、ディズニーが許可しなかったりと、まあ、そういう話なんでしょうね。はい。シンハティ、最高です。で、このシンハティもめちゃくちゃ頑張ったは頑張りましたよね。第7話でね。もう、アソーカとサビーヌとエズラに囲まれて、で、味方も帰ってくし、私どうするの？このまま一人で死にます？みたいな。なんかそんな感じの、ちょっとベランさんみたいな。私早かったんじゃないですか？みたいな。ね。あの感じのちょっと焦りの表情も良かったですよね。スターウォーズで一番可愛いキャラなんじゃないですかね、シンハティさんね。なんかちょっと抜けてる感がね、どうにもこう、ほっとけない感じがしますね。さて、次が最終話、最終話になるわけですけれども、ちょっと実は不穏な雰囲気を感じております。やっぱりですね、スローンをそんなに脅威に感じられないというのが私の感想で、これスローン死ぬんじゃないかと、ワンチャンあるんじゃないかと思ってます。というかもう全員死ぬんじゃねえというふうに思ってますね。なんで、多分、アソーカは、未知領域に取り残されて、で、スローンとかは、こう、帰還に失敗して、みたいな。でも、その代わりに、ナイトシスターたちが呼び寄せた、こう、謎の、やばい存在が、銀河に戻るみたいな。なんか、そういう感じで終わって、映画に繋がるんじゃないかなと。ただ、このスローンが生きるか死ぬかっていうのはね、本当に難しいところで、新作映画でスローンで登場して、もうバッキバキに共和国を恐怖に陥れてほしいんですけど、でもそうなると、エピソード7の存在意義がなくなってくるので、どうなんだろうなと。難しいぞと。第8話は映画につながるので、すごい楽しみなんですが、ちょっと不穏な空気もしてるなというのが、第7話の感想でした。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。第7話の細かい解説だとか、アナキンのセリフだとかね、そこら辺は、サック大師匠が後日解説してくれると思うので、そちらの動画も皆さんお楽しみに。それでは皆さん、May the Force be with you. Force と共にあらんことを次の SF でお会いしましょう。